成井先生が、到着が2時ぐらいになるという連絡が入っております。定刻になりましたので、ただいまから第17回県民健康調査検討委員会を開会いたします。最初に委員の出欠について、報告いたします。本日北島智子委員、児玉和則委員、前原和平委員の3名が欠席となっております。それでは早速議事に移りたいと思います。議長は本検討委員会設置要項により座長が務めることとなっております。星座長、議事進行をよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。お忙しい中、また年の瀬ですよね、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。冒頭ちょっと私から一言だけご挨拶をさせていただきますが、おとといの新聞ですか、私どももうちょっと衝撃を持って受け止めたんですが、新たに4人のがん疑いが見つかったという記事が出ておりました。これが云々という話ではなくて、我々一応事前の送付を受け、それに基づき検討した上で本日ここで皆様方に公開するという前提、あるいは訂正の可能性があるということで受け取った資料でございますが、残念なことにこれが初めてじゃないんですね。漏れるって言葉がいいのかどうか分かりませんが、皆さんに十分な解釈のないように知らされたということについては非常に残念に思います。皆様方には今後ともこのデータその他の扱いについてはお気をつけをいただきたいということをお願いを申し上げておきます。さて、今日は盛りだくさんでございますので、時間にも限りがございます。進めてまいりたいと思います。まずは議事録署名人を指名させていただきますが、50音順でやってまいりました。本日順番で室月先生と明石先生ということでございますが、よろしくございますか。よろしくお願いいたします。それでは先ほど資料の追加でもございました、環境省から専門家会議の中間取りまとめについての報告をしたい旨申し出がありましたので、それをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。環境省の参事官の徳津と申します。本日は部長の北島が国会業務で出席できなくなり申し訳ございません。私がオブザーバーとしてまいりましたので、よろしくお願いいたします。部長からは本日の検討会の場で、報告するように指示がありましたので、2点、ご報告させていただきます。まず1点目でございますけれども、お手元にお配りしております、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う、住民の健康管理の在り方に関する専門会議の件でございます。こちらの方は、平成25年の11月に会議を設置してまいりまして、これまで14回の検討をですね、行ってまいりました。先般12月の18日の会議で中間取りまとめが了承されておるところでございまして、事故の修正等を経てですね、12月の22日より環境省のホームページで掲載等を行っているところでございます。内容等につきましては時間の関係もございますので、割愛させていただきますけれども、県の検討委員会の関係の皆様、関係の皆様には、ご一読いただきますよう、お願いを申し上げたいと思います。それから2点目でございますけれども、クリップ止め外してもらって一番最後に、専門家会議の中間取りまとめを踏まえた環境省における当面の施策の方向性案というものをお付けしております。こちらの方につきましては、事故初期における被爆線量の把握評価の推進、それから福島県および福島近隣県における疾病罹患動向の把握、それから次の裏側に来ていただきまして、括弧3として福島県民健康調査甲状腺検査の充実、それから各4リスクコミュニケーション事業の継続充実、こういったものをですね、検討会の報告を踏まえてですね、施策の方向性として示しているところでございます。こちらの方も中間取りまとめの公表と合わせてホームページの方に掲載しておりまして、こちらの方には任意のですね、意見聴取ということで、平成27年の1月の21日までパブリックコメントをお受けしているという状況でございます。以上2点でございますけれども、ご報告をさせていただきます。以上でございます。ありがとうございます。これについて何かご質問ご意見あればお伺いしたいと思いますけれども、今日徳さん見えているので、私から1点だけ確認なんですけど、この我々のやっているこの会とですね、この専門家会議の関係なんですが、これはどういうふうに我々認識すればいいのかを
ちゃんと説明してもらうと、この読み込みにも あれが出てくると思うんですけど、どうでしょうか。私もちょっとオブザーバーという立場でちょっと出席しているものなので、部長の、委員である部長の、ちょっと考えと、一致する点があるのかどうかというところもありますけれども、私どもとしてはですね、国の方で福島および近隣県の健康管理のあり方ということで、文化をですね、に参集していただいて、ですね、検討していただいたというところでございます。で、こちらの方につきましては、国の方で、まとめたということで、それをもってですね、県に対して強制力を持ってですね、こうしてくれ、ああしてくれということは、地方自治法上の関係からもしてですね、なかなか難しいのかなと思っています。で、そうは言いながらも、やはり専門家で集まっていただいたので、一定の方向性は出して、それをやはり一つの参考として、環境省としていただきたいのかなと思っています。で、細かなことについては、実施主体である県、それから県について、それからこの検討委員会の方でですね、また細かなですね、具体的な検討していただいて、より良い県民健康調査の推進にですね、なっていただければというふうに考えております。ありがとうございます。何かご発言ございますか。よろしいですか。すでに参加されている先生もいらっしゃると思いますので、はい、どうぞ。私もそのこと気になってたんですけども、この親委員会、それがもう一つ評価部会というのがありますけど、そこでいろんな議論がなされてきて、で今、その出たような結論をですね、環境省 の, 委員会に、専門家会議に提出して、ことが唯一 の, その何て言いますか、これかこの決まったことが反映される窓口になるわけですよね。それでそれはその後どういうふうにして例えば取り上げるとか、できないこととか、そういう結論対応ができるしていただけるのかということもあると思います。県の、委員会とか、それからその下の部会で一定の取りまとめがされたりとか、そういったことがあればですね、またそれはそれで国としてもまた受け止めて、その時に必要な対応が取るということになるかと思いますけれども、現段階ではそういうことがまだまとまっているという状況ではありませんので、またそれが出た時にまた考えさせていただきたいと思います。はい。本質に関わる問題で、ここで議論を始めてしまうときっとキリがないと思いますけれども、いずれにしても私どものしている議論と、国が方向性としてしていく議論とが、両輪といいますか、きちんとタイアップしていくということは必要だろうし、先ほどお話があったように、だからといってどっちかの意見に押されてしまうというようなことでもあってはいけないことだと思います。我々は福島県という現場にいて、専門家という立場で議論を進めていくべきだと思いますので、そのようにご理解いただければいいと思いますが、よろしいございますか。それでは次に議事1でございます。基本調査について事務局からの説明をしてください。時間がないので、できるだけ簡潔に、すいませんが、よろしくお願いいたします。はい。基本調査を担当しております石川と申します。資料の1に基づきまして、基本調査の実施状況についてご報告いたします。最初に大きな項目の1番目、問診票の回答状況および線量推計作業状況です。括弧1番目問診票の回答状況ですけれども、平成26年10月31日現在、全県ベースでは対象者205万5383人のうち55万3418人から回答が寄せられておりまして、回答率は 26.9% となっております。前回8月のご報告と比べまして、11,765通で回答が増えております。会員版によりまして、62,805人から回答が寄せられておりまして、全体の回答率のうち会員版による回答が 3.1% を占めております。これは表1に示す通りです。なお中の1には簡易版の回答数は速報値であるということ、および以降に示す問診票の回答線量推計
結果通知状況に関しましては簡易版詳細版を合算した数値であるということをお示ししております。また簡易版の導入から約1年が経過いたしました。簡易版の導入によりまして今まで回答率の低かった地区を中心に回答率が増加いたしました。これは表の2に示しておりますように、例えば南会津地区では 13.4% が 20.0% となり 6.6% の増加が見られました。続きまして括弧2の線量推計作業結果通知の状況です。回答数553,418件のうち 96.1% にあたる531,691件の推計作業が完了しておりまして、うち512,194件が結果通知済みとなっております。結果は表3に示す通りとなっております。結果通知済みの数は前回8月のご報告に比べまして 21,101 件の増加となっております。なお一時滞在者等に関する推計作業等も継続して行っておりまして、これは表4に示す通りとなっております。なお表3および4に中2として注釈がつけてありますが、その説明が一番下に書いてあります。これは前回ご報告した通り、表3、4および別点資料1に示した回答数、線量推計済み数、結果通知済み数には3月11日以降の行動記録が4ヶ月未満の回答に関する数も含まれているということを示しております。続きまして2ページ目項目の2番目実行線量推計結果の状況です。表3に示しました線量推計済みの対象者から線量の推計期間が4ヶ月未満の方を除いて線量別の人数分布を集計した結果を表5に示しております。累計453,183人の推計のうち放射線業務従事経験者を除く444,362人の推計結果は県北地区では約 87% の方が県中地区では約 92% の方が2ミリシーベルト未満となっております。また県南地区では約 88% の方が会津南会津地区では 99% 以上の方が1ミリシーベルト未満となり、さらに曹操地区では約 78% の方がいわき地区でも 99% 以上の方が1ミリシーベルト未満となっております。表5の下に米印で注釈がつけておりますけれども、線量別分布状況、年齢別男女別内訳はそれぞれ別点資料2、3でして、市町村別内訳は別点資料4として、それぞれ6ページ、7ページ、8ページに示す通りとなっております。お戻りいただきまして、3ページ目、大きな項目の3番目、実行線量推計結果の評価です。実行線量の推計結果に関してはこれまでと同様の傾向にあると考えております。そのためその下の文章につきましても変更はございません。続きまして4番目回答率の向上活動です。各種機会を捉えて基本調査の趣旨の周知を図り市町村等と連携しながら回答率向上に向けた各種の取り組みを引き続き展開しております。平成26年度におきましても甲状腺検査出張説明会において問診票提出の啓発や出前書き方説明会相談会の開催を呼びかけると ともに甲状腺検査会場等における書き方支援を実施するな継続するなど引き続き対面式での記入支援要望に合わせた事業展開中心に回答率向上に努めております。なお直近の取り組みとしては本年の10月に福島市、二本松市、本宮市、大玉村、山形県米沢市、山形市において一般公共施設での甲状腺検査会場での書き方相談コーナー設置による問診票の提出促進等を実施しております。詳細は4ページに示してあります表の通りとなっております。4ページの表の中で特に回数が多かったのは上から2番目甲状腺検査会場での書き方相談今年度に入りまして75回、そして下から4番目の項目市役所庁舎に書き方相談コーナーを設置ということで6つの市および町に約2ヶ月間にわたり書き方相談コーナーを設置いたしまして回数としては267回と回数を重ねております。
引き続きこの表に挙げましたような活動を続けてきまして、回答率を向上を図っていく予定です。最後に9ページ目の資料につきましてご説明いたします。基本調査で得られている線量分布の代表性に関する調査括弧案ということで、来年度計画しております調査の概要を示した資料となっております。括弧1番目、背景目的といたしましては、今までに集計公表している線量の分布が県民全体の状況を正しく反映し、偏りのない縮図となっているかどうか、すなわち線量分布の代表性といったことに関しまして、委員の先生方よりコメントをいただいているところでございます。これを受けまして、同じ地域でも未回答者とすでに回答をいただいている方との間で線量の分布に違いがないか、あるとすればどの程度であるかを調査するという計画を立てております。括弧2番目、対象者ですけれども、全国あるいは都道府県規模で行われている世論調査等の手法を参考に、二段抽出法で対象者を抽出することを計画しております。1段目の抽出として国勢調査の調査区等を利用して、各地域から町とかあざ単位での調査地点を無作為に選び出します。さらに2段目の抽出として各調査地点から無作為に対象者を抽出し、全県の合計で4000人から5000人程度を対象者とするという計画でおります。なお参考までに内閣府が実施している全国規模の世論調査では3000人から1万人を抽出するのが典型的であるようです。また中2として書いてありますけれども、全県一律の割合で対象者を抽出するというのではなくて、例えば曹操地区に関しましては地点数の割り当てを多くするなどして、避難区域等の市町村からは、十分な対象者が確保するように、考慮するということで、考えております。括弧3、調査の方法です。対象者と、対象者として抽出した、4000人から5000人の方々の回答状況を確認し、そのうち未回答者への個別訪問調査を実施するということで考えております。訪問調査は27年度の早期から開始いたします。業務委託により多くの調査員を確保し、未回答の対象者宅を問診票書き方支援が可能な調査員が訪問いたします。未回答者宅へ訪問するという機会を利用して、今まで未回答だった理由を聴取するとともに、回答いただける場合には問診票への記入をお願いいたします。必要に応じて問診票記入を支援するとともに、不在時には複数回訪問して回答率向上に努めます。訪問調査は27年度中に終了するということで考えております。最後、括弧4、結果の取りまとめですけれども、回答が得られた方については線量推計作業を行いまして、各地域で抽出した対象者の中で今回の訪問調査によって回答していただいた方の線量分布と、本調査以前に回答していただいている方の線量分布とを比較検討する。これによりまして、今まで集計公表している線量分布が当該地域全体の状況を正しく反映し、偏りのない縮図となっているかどうかの検討を行う予定です。さらに聴取した未回答理由を類型化いたしまして、今後の問診票書き方支援および基本調査の進め方を検討する上での資料とするという計画で考えております。基本調査に関するご報告は以上です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。まず質問その他受けたいと思いますけど、どうぞ。短いですけども、大変ご苦労さんでございます。この受診率のアップに関しては国税調査風にやるとか、あるいは市町村の検診にかぶせてやらないとということで、一応こういった今取りまとめ1の9に取りまとめにありますように、国税調査の問題も取り上げていただいて、ありがたく思っています。今回 26.9% という回答率ですが、この回答して一体
この基本調査をどの辺に目標を置くのか、それを決めないといけないと思うんですね。で、前の会の時には、せいぜいこういった統計 60% 以上ないとダメだとかいろいろありましたけども、とりあえず、まあ、これ以上伸びるのかなと私、随分心配しております。まあ、ただ一応、来年度27年度分も、いろいろ取り組みを考慮していただいたので、それをやってみてですね、どこまでこの調査を続ければいいのか。それから統計学的な学者さんにの先生方にお伺いしたいんですけど、今までやったこれだけの55万人の回答である程度方向性がつくのかどうかということですね。それをちょっと、まあ、決めていただければ、今後これをずっといつまでもやるのかどうかということですね。その辺をちょっと検討していただければと思います。それからあとこの、まあ、被爆の件に関しては3月16日ですね、23年の3月16日にこの放射性溶動が一番このベントによって飛散した時期があるわけですね。その時に、まあ、避難地域でいた方、あるいはその辺の近所にいた方、こういった方々のあれが被爆の状況が把握できるとですね、ある程度また違った問題点がちょっと出てくるのかなという気もするんですね。で、まあ要素はその簡単にもう反撃が短いものですから飛んでしまいますので、多分まあ3月16日が一番この前の NHK のテレビでもこの要素の飛散が大きかったということもありましたので、その辺をちょっと踏まえて今後どういう統計を出していくかというのがちょっと問題かなと思っています。まあとりあえずは27年度やってもうこれ以上どうなんでしょうね、成績上がるんでしょうか、先生方どう考えているかお聞かせいただければありがたいと思います。はい、ありがとうございます。何かコメント石川先生ありますか。特にございません、はい。ですね、今の件は前々から石川先生からも話が出ています。これも一つの、まあ、どの時点どのぐらいの数字あるいは、まあ、どういうふうにしてっていうようなこともですね、まあ、我々議論して、方向性を見出していく必要があるだろうと思いますが、どなたがこの件について意見のある方いらっしゃいますか。どうぞ。その数の大きさというよりも、まあ、代表性とかそういうのが大事で、まあ、こういう代表性の調査をされるということはもうとても、ある意味で理想的な調査だと思うんですよね。で、まあ、ちょっと一点またこんなこと言うのかというあと余計なこと言うと言われちゃうのかもしれないんですけども、未回答者へしか訪問しないというふうに書いてあるんですけども、回答者に関してももうすでに何年か前に回答してるのとか、要するに今回のこのやり方での回答との要するに書き方がやっぱり違ったりなんかするかもしれないので、まあ、実際 25% が今のところ回答率なので、25% 加えても5000人だとしてもまあ1000何人かと思うんですけども、その人たちも同時に調査した方がいいのではないかなというふうにまあ思いました。これについて何かコメントは、はい、ありがとうございます。副センター長の安村ですが、確かに先生おっしゃられるように今先生のおっしゃられているのは回答の正確性ということなんでしょうか。そうだとするとですね、実は簡易版を導入する際にすでに詳細版で回答してくれた方に関して、地域を分けてテストリテスト法で簡易版と詳細版、詳細版と簡易版ということも含めて検討しておりまして、そしてすでに回答している方に関しても同様の調査も行ってますので、今回改めて回答した方の負担を考えると今回はそれはなしで良いのではないかなというふうに考えています。ありがとうございます。わかりますわかりますけども、ただもう一つもう何年も経ってるしまってるっていうところがあるじゃないですか。今回代表性があるサンプルに関して3年半ですね、3年半経った時に聞いた回答の仕方を、まあ、用いるわけなんですけれども、それが本当に正しいっていうのがもちろん前の時会員調査との正しいかどうかっていうのが整合性はチェックされてるんですけれども、まあ、そういう過去ですよね。でだいぶ要するに時間経っちゃったことによる要するに回答が変わってくるんじゃないかということの懸念に対するある程度裏を取っておいた方がいいんじゃないかということですね。ありがとうございます。まあ、リコールバイアスというのが入るかということもあるかと思いますので、ちょっと現時点でどこまでできるかというのはちょっとお答えできませんけれども、検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、他にご意見ありますか。これは私もパッと見たときに今は僕のところに来られて
あの時どうだったって聞かれた時に思い出す自信がないので、今菅野先生おっしゃったことはぜひとも菅野先生はじめどういう可能性があるのか、特に3年前の記憶とどうなんだっていうものにはやっぱり正確に答えるべきだろうと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。他に何か、どうぞ。この基本調査ですね、外部被曝の線量を評価しているわけですけれども、あとの甲状腺の件にもつながってくると思うんですが、まずその避難したルートに沿ってですね、内部被曝の線量も推定していくと必要性がありますけれども、そのあたりは今後のこの調査に盛り込んでいくという理解でよろしいんでしょうか。はい、ありがとうございます。甲状腺の内部被曝線量につきましては、確か、2013年の2月に、市町村単位で、90%、上位 10% の、方の、値というのが、報告検討委員会で報告されたかと思います。今それをさらに精緻化できないかという検討を、法医研中心に進めているところでして、医大としてもそれに協力する形で、より精密にできないかということを検討していきたいと思っております。明石先生、何か今の件でコメントございますか。今の法医研の明石です。今石川先生ご指摘のように行動も含めた調査で先ほどご指摘があったところは埋めていこうと思っておりますが、やはり記憶という点でいくと行動、特に甲状腺って非常に限定された時期のものなので難しい点もあると思います。ただしできる限りシミュレーション、それからホールボディの実測値の比率、いろいろな角度から検討できる部分は検討させていただきたいと思っております。はい、この議論はやはり前々からある話ですが、内部被曝がどうだったのかということが非常にその少ない糸口と言っていいんですね、その糸口がすごく少ないんだけども、そこをなんとか紐解いてできるだけ真実といいますか実際の数字に近づける努力というのは今後保育園の力も借りなきゃいけないと思いますし、さまざまな、これまでの経験も活用させていただいて、やはりこれをしっかり明示していけないと厳しいなというか理解が得られないんではないかという点の一つですので、ぜひとその辺は、我々としてもその支援をするといいますか、その方向をきちんと見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。笠野先生、何か。はい、簡易版を導入した後の変化を見たときに、確かに会津地区や南会津地区ではかなり大きな回答率の上昇が見られました。ところが曹操地区はほとんど変わりがないんですね。でこの原因が 何なのかというところを、少し分析する必要はあると思います。それで一番被曝が多かったと思われるこの地区で、これまでの努力を重ねてもどうも明らかな回答率の上昇が見られないのであれば、原因分析によりますけれども、この基本調査の、ある程度の見通しをつけざるを得ないのではないかという伊坂先生 のご意見に賛同いたします。でその後はやはり赤石先生おっしゃったように、いろいろ別の 形から そのデータを突き合わせて総合的に推測するという、その方向をもっと強くこう推進していくべきではないかというふうに思います。ありがとうございます。どうぞ。よろしいですか。簡易版を使っていただける方というのは条件が限定されておりまして、居住地あるいは勤務地の移動が1回までの方に使っていただくように、そういうふうに作られております。ですので2回以上移動された方は申し訳ないんですけども詳細版への記入をお願いしているという状況がございますので、避難がの回数が多かった地区は簡易版というより詳細版で、お願いしていくしかないという事情が、ございます。はい、だそうです。我々も、いずれにしてもですね、この調査をどういうふうにしていくのかというのはきちっと議論すべきだということだと思います。ちょっと今日これ以上のことを議論する時間がなりませんけれども、
また後ほど私からもご説明しますけれども、引き続き検討してまいりたいと思います。よろしいでしょうか。基本調査について何かなければ次に参ります。詳細検査について、議事の2でございますが、そのまず甲状腺検査評価部会についての 報告をお聞きしてから甲状腺検査の説明を求めたいと思います。清水先生、よろしくお願いします。はい。それでは11月11日に開催されました第4回の甲状腺検査評価部会の、議事の、をかいつまんでご報告したいと思います。ですね、一件、質疑等の要旨ですが、まず最初に、手術の適用症例について、これは福島県立医大の内部外科での手術の甲状腺がん54症例に対するの結果ですね、病理結果、リンパ節転移、遠隔転移、術式等についてご説明をいただきました。これはその前の部会で、これをぜひ我々にも情報をいただきたいということで、きちっと説明していただきました。それに合わせて、超音波診断のフローチャート、非手術経過、非手術症例の経過観察の適用ですね、それから術式の選択などについても同様にご説明をいただきました。それからですね、部会員の先生、部会員お二人から資料に基づいて、お一人は現時点までの 福島原発事故の後の甲状腺の事故のですね、影響についてご説明をいただきまして、検査について、検査結果についての評価、あるいはさまざまな文献、報告書に基づいた解説、それから低線量被曝の中でも、いろんな被曝、程度もございます、その中のでの話、検討ですね、それから過剰診断のことについても、検査の必要性と継続性についても、ご説明をいただきました。からもう一つはですね、甲状腺がんの累積罹患リスクを用いた甲状腺がんの有病者数の推計に関することの説明をいただきまして、これもやっぱり過剰診断などのことが問題になりました。そしてこれは、過剰診断とそこから発生する不利益の可能性などについても今後検討することが必要であろうということの説明ご意見をいただきました。それからその他の、議論あるいは意見といたしまして、過去にですね、検査を受診した人として受けていない人は別々に結果を求めまとめて出さないと誤解を生む可能性があるということとかですね、二次検査後の情報、診療情報の取り扱い、あるいは学会発表と部会への提示などについての議論もなされました。それから、事故の影響についてですけれども、もう少し疫学的な議論をしたらどうかという意見もいただきましたし、それから県民の皆様の声をもう少し具体的な話を生にお聞きしたいというようなこと、あるいは、被曝の影響を見れるような調査のデザインですね、を今後もう少し、考えていったらいいんではないかということとか、それから、二次検査以降の保険診療の医療費の負担についての問題なども、話し合われました。それから、今後のフォロー、対象者のフォローですね、フォローのするための、健康手帳とか何か ID というものをしっかりとフォローできるようにして、今後の被災者のフォローをしっかりとしていきたいというようなしたらどうしたらいいかということも議論がございました。そして、こういうことをですね、今まで今議論になった今申し上げたようなことを、あと2回部会として、今年度つまり来年3月までにはですね、なんとか一つまとめてですね、総括して結論を出してお示しできればというふうに思っております。それから最後に、県民健康調査の、ですね、誤報がございまして、それに対して県立大の方から、対応も含めてご説明がありました。以上です。ありがとうございます。ご出席された先生方から追加のコメントなどあれば伺いますが、それでは出席をされなかった先生方も多分、概要もうすでにご存知かもしれませんが、何かコメントがあればお伺いします。今清水先生の方から、今年度中にあと2回
開いて、まあ、一定の方向、私からも取りまとめの案というのを出させていただいておりますので、あれなんかも参考にということで、できるだけ、方向性というものについては出したいということでございますので、皆さんご協力をお願いします。何かコメントありますか。依頼の方からも大丈夫ですか。はい、それでは、次に参ります。甲状腺検査について事務局の方から説明をお願いいたします。はい、甲状腺の部門長の鈴木でございます。県民健康調査の甲状腺検査先行調査が資料の3の1にございます。第16回からこれは先行調査検査と本格検査の2つに分けて説明させていただいています。同じような体裁で、今回も表紙に書いてありますように、目的は福島県では東京電力福島第一原発事故を踏まえ、子どもたちの健康を長期に見守るために、甲状腺検査を実施して、先行検査は甲状腺の状態を把握するために実施したということでございます。で、2ページも前回と同じ、この二次検査の工程と実施対象市町村の図でございます。で、3ページからが結果概要です。今回は10月31日現在までのデータでございます。一次検査の進捗を表1にお示しします。対象者は36万7686名のうち、平成26年10月31日現在で29万6586人が受診し、その受診率は 80.7% でありました。うち29万6253人、受診者の 99.9% に当たりますが、検査結果が確定し通知が発送されているもの、 A 判定がこれ、表1に書いてありますけど、29万4012名、99.2% で、B 判定の方が2240人、0.8%、C 判定の方が1名であります。で、表2をご覧ください。ここには結節のう胞の人数割合が示されております。結節は2222名、 5.1 ミリ以上が2222名の 0.8% であります。年度別の推移を見ますと、当初は 0.5% であったものが 0.7、0.9 と増加しています。また 5ミリ以下、 5.0 ミリ以下の結節は1674例、 0.6% であります。膿胞に関しては 20.1 ミリ以上が12名ございます。で、 20.0 ミリ以下は14万1704名 47.8% でございます。で、ここでご覧いただくように、 5.1 ミリ以上の結節と 20.1 ミリ以上の膿胞が B 判定に相当するんですが、ほとんどが 5.1 ミリ以上の結節が占めると。そして A2 判定は 5.0 ミリ以下の膿胞と結節と 20.0 ミリ以下の膿胞が占めるのですが、その大半は 20.0 ミリ以下の膿胞が A2 判定を示しているということでございます。で、次のページ4ページをご覧ください。二次検査です。一次検査結果が BC 判定であった2241名中2051人、 91.5% が二次検査を受診し、結果確定は1985人 96.8% です。そのうち673人、表3に出ておりますけど、表3の A1 の116人名と A2 の557人合わせて 33.9% は、詳細な検査の結果、いわゆる一次検査の A1 もしくは A2 判定に相当するものとして、次回検査、本格検査をお勧めするということになっています。一方、1312名、 66.1% はおおむね6ヶ月または1ヶ月後の通常診療を保険診療の枠で行っています。そのうち519名、約 40% は腺子吸引細胞診を施行されています。またサポートチームを二次検査対象者には立ち上げておりますが、心配や不安に対する心のケアサポートに努めて、またウェブ相談による質問相談を受け付けるなどの対応も行っています。また保険診療移行後についても同様の対応を継続しております。25年12月5日以降、
26年10月31日現在で235人のサポートをしておりまして、性別は男性58人女性177人、この方々に延べ567回の相談対応をしております。内訳は初回受診時142回、2回目以降受診時151回、うち選手球員細胞診試行時ですね、まあ試行時が51回 9%、 インフォームドコンセント時34回 6%、保険診療移行後のフォロー、術前術後を含むが158回、入院中が71回、その他11回でございます。で、次のページ、5ページをご覧ください。線維子吸引細胞診の結果の概要でございます。109人のうち、悪性なし悪性疑いの判定になった、519人のうち、109人が悪性ないし悪性疑いの判定となっております。うち85人がこれまで手術を施行され、術後の病理診断の結果1名が良性結節、84人が甲状腺がんと確定診断がなされております。性別は男性38人女性71人です。二次検査時点での年齢は8歳から21歳平均 17.2 歳、腫瘍径は最小 5.1 ミリから最大 40.5 ミリ、平均腫瘍径 14.1 ミリであります。選手吸引細胞診の結果悪性なし悪性と疑いとならなかった方は、おおむね6ヶ月後または1年後に、保険診療のもと通常に経過観察をされております。次のページをご覧ください。この109名の方の年齢、性の分布を図3は、事故当時3月11日時点での年齢分布でありますし、図4は二次検査時点での年齢分布を示しています。上段の方は16、7歳くらいがピークでありますし、二次検査時点ですと18、9歳がピークとなっています。で、両括弧さんには基本調査の結果が出ております。この109人のうち基本調査問診票を提出した方は62名、 56.9%、 結果が通知された方は58人、推計期間4ヶ月未満の5人も含んでおります。1ミリシーベルト未満の方が 69% の40人で、最大実効線量は 2.2 ミリシーベルトであります。右の7ページの図5に今回初めて図を加えました。このような形で線量別の分布図を示しております。で、男女の色分けとともに示しています。最大は 2.1 ミリということでございます。で、ここに 2.2 ミリでございます。あと血液及び尿中要素が両括弧4に提示しておりますが、前回とほぼ同様の結果であります。悪性なし悪性疑いの方がその他の二次検査試行者に比べてサイログロブリンの陽性率、そしてサイログロブリン抗体の陽性率が高く、 TPOAB の陽性率も高いですが、特に差を持っているのはサイログロブリン抗体の陽性率であります。尿中要素のデータはその下に示しておりますが、非常に幅が広く両者間に明らかな差は認めておりません。8ページをご覧ください。市町村別の二次検査結果を示しております。悪性なし悪性疑いの割合は23年度実施対象市町村、国が指定した避難地域等区域等の13市町村が 0.03%、 平成24年度が県中などの12市町村になりますが 0.04% で、25年度実施のいわき、県南、会津地方などの34市町村は 0.03% となって、9ページの下の方に出ておりますように合計では 0.04% ということになっております。また3番には1次検査および2次検査の地域別比較暫定というものを出しております。これ前回と同じように福島県において通常使用されている浜通り、中通り、会津地方を基本とし、さらに浜通りをと中通りについては国が指定した避難区域等の13市町村とそれ以外の区域に分けております。ただし会津地方については前回同様まだ二次検査が揃っていないことから、本分析はあくまでも暫定といたします。10ページをご覧ください。表9をご覧ください。この中で、
重複が確認できた方、結果未確定者を除く一次検査受診者296,252人を地域別に分析した結果、 BC 判定率は避難区域等13市町村中中通り、浜通り、会津地方の順で増加傾向が見られました。一方、悪性ないし悪性疑い者率は避難区域等13市町村中通り、浜通りはほぼ同様でありましたが、会津地方ではやや低めであります。会津地方では二次検査の完了者の割合が他地域に比べ低めであり、その影響が依然考えられるものであります。11ページ以降はそれぞれの市町村別の対象者等の資料がずっと添付されておりますが、この中でご覧いただきたいのは16ページをご覧ください。資料3ですね。ここには都道府県別一次検査実施状況、県外の施設で92施設と契約をしまして、合計で9361名が一次検査を受診しているという状況でございます。その他に、福島以外私どもが出張をして出向いて、検査を行ったのは新潟県2回、山形県3回、神奈川県2回の合計7回、延べ14日施行しております。あとは資料ですので、後ほどご覧ください。引き続き、資料3の2も説明してよろしいでしょうか。本格検査が別立てで前回と同じように出しております。で、目的については、子どもたちの健康を長期に見守るため、現時点での甲状腺の状態を把握するための1回目の検査、先行検査に引き続き、甲状腺の状態を継続して確認するための検査、括弧本格検査を実施するということで、先行検査における対象者に加えまして、本格検査では平成23年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた福島県民にまで拡大し、検査を実施しております。次の2ページは同じような体裁ですが、図には本格検査では2年で全県を回りますので、前回の3等分から3箇所に分かれたものは26年度は25市町村27年度は34市町村で実施することになっております。3ページをご覧ください。一次検査の実施状況は先行検査と同様の体裁ですが、平成26年4月2日から検査を開始しまして、今年度は25市町村の約22万人を対象として、10月31日現在で82,101人、37.9% の検査を実施しております。うち65,005名、5人、73.7% の受診者について結果が確定しております。A 判定が60,048人、99.2%。B 判定の方が457人、 0.8%、 C 判定の方はゼロであります。今年度は対象者への受診勧奨を図るために、大学生を対象とした大学での検査実施や、平日に都合のつかない方のために、休日検査を試行的に実施をしております。また先日も行いましたが、受診者やその保護者の方から検査を実施した結果について医師からの説明を受けたいという要望が多かったことから、当日の検査内容についての説明も試行的に実施を開始しております。では、ここの表2の嚢胞結節の割合ですが、前回と異なっているのは、対象市町村の最初は 0.5% の 5.1 ミリ以上の結節だったのが、先行検査の最後の割合と同じ 0.8% で続いているということでございます。また、20ミリ以下の嚢胞というのは大半の A2 を占めるわけですけど、これも 57.2% ということが示されています。では次の4ページをご覧ください。先行検査結果との比較を示しております。本格検査で A 判定と判断された60,048人のうち、先行検査で A 判定だった方が56,204人、93.6%、本格検査で B 判定と判断された457人のうち、先行検査で A 判定だった方が333人、72.9% となっております。で、両括弧3をご覧ください。
二次検査の結果ですが、対象者が457人ですが、そのうち248人 54.3% が受診しておりまして、うち155人の 62.5% が二次検査終了しております。そのうち155人中62人は一次検査の基準で A1、A2 ということで、本格検査の次回の検査ということになります。前回これが大体先行計算では 33.9% だったんですが、今回は 40% ということでございます。一方93人はおおむね6ヶ月後または1年後の通常診療となる方針で結果観察されています。二次検査のサポートは先行検査同様ですが、26年10月31日現在で184人のサポートをしております。性別は男性64人女性120人、この方に延べ251回の相談対応を施行しております。その内訳は初回受診時が最も多く174回、2回目以降受診時が69回、染色異細胞診断時が9回、インフォームドコンセント時が3回、保健診療移行時のフォローが5回、まだ進捗が浅いですので後ろの方の回数がぐっと減っております。5ページをご覧ください。2番で、選手吸引細胞診の結果ですが、この選手吸引細胞診を行った11名のうち4人が悪性ないし悪性疑いの判定となっています。4人の性別は男性が3人、女性が1人、二次検査時点での年齢は10歳から20歳、平均 15.5 歳、腫瘍の大きさは7ミリから 17.3 ミリ、平均腫瘍径12ミリであります。先進吸引細胞診の結果、悪性ないし悪性疑いとならなかった残りの方はおおむね6ヶ月後または1年後に通常診療となっています。なお4人の先行検査の結果は A 判定が4人、うち A1 が2人、 A2 が2人でございます。で両括弧に図3にはこれら4人の方の23年3月11日時点での年齢と性別の分布が示されています。また次のページの図4には二次検査時点での年齢分布と性別が示されています。また両括弧3表6にはまた基本調査の結果が出ておりますが、4人中3名が提出して最大が 2.1 ミリシーベルトであった。でまたその分布図が図5に示されております。で7ページをご覧ください。ここに関してもまだ進捗が少ないので数は少ないですが、本格検査の結果も先行検査と同様の傾向でございます。で8ページをご覧ください。たった4例ではありますが、この4例に対して、二次検査の市町村別の結果、悪性ないし悪性疑いの率はまだ出ておりませんが、4名のそれぞれの市町村がそれぞれ1名で書かれております。で9ページ以降は各市町村別の資料等が添付されておりますので後ほどご覧ください。長くなりましたが以上でございます。はい、ありがとうございました。それではまず質問を受けたいと思います。委員の皆さん何かご質問があればどうぞ。どうぞ。弘前大学の常波です。私染料推定の、専門家の立場からちょっとコメントといいますか、ちょっとお話しさせてください。丸3の6ページのですね、細胞浸透による悪性ないし悪性疑いの基本調査の結果、あるいはこの本格調査においてもですね、同じようにその、丸3の31ページのところにもその基本調査の結果とですね、この悪性疑いのことが実行線でですね、比較されてるんですけれども、この実行線量というのが、これは基本調査の実行線量ですので、あくまでも外部被曝の実行線量であるというところをですね、これをきちんと書いておかないと、実際ですね、これを見たときにその悪性が出たというのと、この実行線量を対比させて、もしかすると一般の方でしたら1ミリシーベルトでも甲状腺がんになるんじゃないかというふうに
思ってしまうわけですよね。でちょっと知識のある方だと透過線量というのを計算するわけです。そうすると甲状腺の組織と、組織荷重係数というのは 0.05 ですから、まあ、これ20をかければ透過線量になるっていうふうに思ってですね、その線量で、線量に対してこの甲状腺が起こったというふうに考えてしまう可能性がありますので、このあくまでもこの甲状腺がんというのは内部被曝によって、がんが発がんするということをですね、こういうメカニズムがあるんだということを、まあ、しっかりとこう、情報発信していくということも必要じゃないかな。ただこの記述の通りであるとあくまでも実行線量に対してがんのその発生があったというふうにもう受け取れることになるかと思いますので、まあ、そのあたりのことちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。その通りだと思いますので、もう少し分かりやすく記載の方法を変えたいと思います。ありがとうございます。ですね、細胞診のところでちょっといくつか質問させていただきますけれども、この4例の方のですね、先行検査の時にから今回の発見までどのくらいの期間があった、 4人のですね、1年なのか2年なのか3年なのか、それが一つと、あと場所とか志向者は大体同じような環境下でやってたのかっていうこと、それからですね、まずじゃあその2つ。はい、ありがとうございます。最長ではやはり2年半くらいの方がいます。で対象がいわゆる13市町村ですね。ただ遅れて受けられた方もいますので、そういう方は少し間隔が短くなっています。17ミリはどのくらいの間隔ですか。2年以上2年以上ですね。わかりました。それからちょっと前から気になって何回か先生に質問したことあると思うんですが、男女比のことなんですけども、この、一番最終のでも1歳2までいかないですよね、男女。で今回の4人のうち3人が男性であるということで、ちょっと気になるんですけど、先生何かコメントございますか。4例ですので、これは当初の先行検査の時も当初男性が多いのでどうだっていう話がございましたが、先行検査23年度対象の方の、精査性比、そして24年度で25年度と数が増えるたびにそこが変わってきますの で最終的には女性が多いという形になってますけど、そこのことに関して今4例でどうだということはなかなか申し上げられないと思います。今後そこはちゃんと見ていかなければいけないと思います。はい、ありがとうございました。今の質問にも関連するんですけど、この4名ですね、1巡目で A1 が2人、2巡目が、まあ、A2 が2人ということですね。で、A1 の方が前回1回目で見落としがあったかないか、その辺のところが問題かなと思いますし、それから A2 の方は、まあ、所見があったわけですから、それで確定診断がつかなかっただけなのか、その辺のことをちょっとお話ししてる。はい、ありがとうございます。まず一番ご心配な見逃しがなかったと、そこは確認いたしました。ございません。で次のことになりますけど、 A2 の所見がそのまま今回のがんの部分になったのかというと、 A2 で多発嚢胞の中の一部もしくは全く違うところの可能性があって、それは分かりません。ですので、明らかにそこをずっと見ててがんになったわけではなくて、新たにそういうものが明らかに見つかったというふうに考えております。はい、まだ確定診断はついてないということでいいんですよね。確定診断というのは手術をしての確定ですから、これは悪性ないし悪性疑いということでございます。細胞診のあくまでもそこの段階でございます。その他何かありますか、ご発言どうぞ。
今回本格検査で、93人が、すいません、二次検査の対象となったわけですね。93人が、二次検査を終了後、6ヶ月または1年後に通常診療となる方というふうになって、そのうちの、11人が毛細胞診を受診されたということでよろしいんですよね。で、はい、そうです。はい、で二次検査は今年の6月から、実施されていて、はい、でまだやっと6ヶ月しか経ってないわけですが、はいはい、早めに細胞診を受けるという判断がされたわけでしょうか。もともと細胞診の基準というのは、ここでも何度も申し上げてますけど、悪性を強く疑う所見がより小さい方はですね、大きい方は、腫瘍が非常に大きい方は20ミリ以上だと何もなく全部刺すようになるんですけど、小さい方は極めて悪性が疑う方を当然刺してきますので、小さい方で、はそういう方が見つかる可能性がございます。はい、そうだと思うんですけれども、そういう方々に対して、はい、6ヶ月を待たずに、つまり93人に対して6ヶ月か、ごめんなさい、あとごめんなさい、この記載はおおむねの方は、細胞診をするのはするしないは6ヶ月入りません。二次検査と確定して、その後6ヶ月ないし1年で経過観察されている人が多いんですが、細胞診で悪性ないし悪性疑いをされた方は経過観察も含めて、6ヶ月じゃなくて、例えば手術を想定する検査とかする方は少しもっと短くなります。多くの方は6ヶ月から1年で再検査をして経過を見ているということでございます。言いたかったのは、その二次検査の結果によって、その方々、患者さんお一人お一人の状態に応じて迅速に対応されたかということですね。そういうことです、はい、ですから早くしなければいけない人は早く、はい、あとは無理なく、なるべく都合に合わせて、経過を見るということです、はい、それからケアを行ってたか、回数を丁寧に書いていただきましたけれども、この男性女性というのは、これはお子さん本人の性別ですね、それともご家族の、いや性別ではなくて、相談者の、対象者の、はい、はい、他に何か、はい、どうぞ。説明ありがとうございました。一つ確認なんですけれども、おそらく基本調査の中で食物摂取ですねについて多分尋ねている項目があると思うんですけれども、もちろんプライベートの問題もあるかと思うんですけど、今回4例の方いらっしゃいましたけれども、そういった方で例えば事故直後そういった汚染されたと考えるような食物を食べた方がいらっしゃるとか、そういうことはこれは常に聞いていることでありますけど、この4名全員正確に聞いたわけではありませんけど、最初の17名の方なんかには詳しく聞いて、そういうことは今のところ聞いておりません。ただ他の方はそこまで詳しくは聞いておりませんけど、そういう線量の高い地域に長くとどまったとか、あとはそういう環境下でということを心配されたようなお話は今のところは聞いておりません。33ページの市町村別の表を見ると、二次検査対象者のうちに二次検査受診者というのが、避難区域などの13市町村において非常に高いくて、福島市とかそこはあまり高くないんで、まだ要するに二次検査の対象者のうちまだ完全に終わってない人がたくさんまだいるってことですよね。ですからそういうこともあり、また今の時点でいろいろどうこうというようなことはなかなか言わない方がいいと思うんですけれども、当然前の時の検査によって陰性だったのが次の時に陽性になるということはよくあることで、もともと要するにそういうこれが本当にスクリーン 100%
感度 100% の検査を最初からやってるっていうわけでなけないわけですよね。スクリーニングをするわけだから、どんなものでも 90% とか、すごく良くても 90% ですから、当然前回今見逃しは絶対ないとは言ってましたけど、そのエコー検査のいろんな見方、その残ってる画像のいろんなものとかによってね、実際は本当に3年前にあったのかもしれないとか、そういうようなことだって、あるわけなので、一番こういう前がなくて今出てき あるって時に一番考えやすいのは、いわゆる感度の検査の感度の問題が、感度が 100% じゃないことによって、もたらされるってことをまず考えなきゃいけなくて、あとそうでなければ、前は小さかったのが少し大きくなって検出可能になったってことも考えなきゃいけないかもしれないし、なかなかないと思うんですけど、急にほとんど目がなかったものが突然大きくなったという、3通りは考えられると思うんですけども、そういうふうに考えながら、まだ要するに今まだ途中、あくまでこれやはり途中だというようなことを念頭に入れながら、あまりこの数値が先行しないようにしないといけないんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。まさに4例で、そういうことですので、先生がおっしゃった3つの可能性を十分に考慮しながら、ただ先ほどお答えの中で、こちらで答えさせてもらったのはありませんというのは、我々から見て、レトロスペクティブに画像を再検討した結果、ここにこんな大きいのがあったのかということはなかったということでございます。またこれがどういう形で見えてきているのか、今後検討していかなければいけないと思います。ありがとうございます。はい、他に何かありますか。ちょっと私から質問なんですけど、逆の現象も起きていると思うんですね。前回 B 判定あるいは A2A、 あったはずの脳波がなくなったっていうのもかなり の数があるようなんですけど、そのあたりについては何か詳細な比較検討はされているんですか。もちろんそこまで全てこれ判定委員会とかで見て、印象はございますけど、確かに、消えてしまう人もおりますし、非常に小さくなる人もおりますし、脳胞か結節か迷ったものがやはり二次検査を経たり、もしくは経過観察の中で検査を繰り返す中で明らかな脳胞だと分かるものがあったり、そういうことはございます。ですからそこをどういうふうに今後形にお示しできるかということです。はい、他に、はい、長谷川先生どうぞ。綱田先生がまとめてくださったように、今回の検査の結果もいろいろなこう解釈がありえますし、もう少し、その本格検査の動きを見ていかないと冷静に見ていく必要があるとは思うんですけれども、そうは言いましてもやはりこの、3年前に、あるいは3年よりも短い期間の前に、A 判定だった方にからその悪性なりし悪性疑いが出てきたということは、県民にとってはとても重く、のしかかる事実だというふうに思うんですね。でそれに関して、県立医大の方に問い合わせや、それから、その検査の頻度を上げてほしいような要求、要望、そういう意見等は届いているでしょうか。またそれに予測されるそういう声に対して何かその今県立医大としての体制上、お困りの点はあるでしょうか。はい、ありがとうございます。まず、基本的に今日ここで、お出したのは初めてということになっておりますので、今後そういうお話をいただくかということかと思います。あとはですね、まだ4名の話ですので、津金先生おっしゃってくれたことを我々は常に検討している中で、2年後または2年半後に2回目の検査が必要だと、我々検査を繰り返すことは必要だといった中で、こういうケースも見つかるということで、ぜひ検診を受けてくださいということが非常に重要なことである。で、今回見つかったものも、この4例のうち 半分は微小がんという10ミリ以下のものでありますし、もう半分は10ミリ台のもので、いわゆる甲状腺の診療の中では早期と言われる中で見つかっておりますので、十分2年後の検診で対応できますので、検診を受けるということがまさにこれは重要なことだというふうに実感しております。で、逆に言うと、
検査回数をということになりますけど、これを回数を繰り返したりもっと小さいところを捉えるともっともっと小さい、いわゆる微小のがんが見つかるということになって、それがということに関してはもう少し慎重に対応しなければいけないので、この感覚についてはこういう結果を踏まえながらよく検討していただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、最初に座長がおっしゃったように、その2日前の新聞報道を見てですね、私もまあびっくりしたわけです。で、それにもう2日間その県民の方々には情報が伝わっているので、その間に何かその意見がですね来てるのかどうかという、そういう状況を知りたいと思いました。私たちとしては県民の意見を直接聞きたいということは何度も申し上げてたんですが、よろしいでしょうか。そういう機会はないので、今聞いたところ4件だけコールセンターに入っているということでございます。ありがとうございます。今先ほどおっしゃっていただいたようなその対策とかですね、説明について今後ともそのコミュニケーションのことに力を入れていただきたいと思います。はいはい、ありがとうございます。どうでしょう、何か他にあればどうぞ。3-29 のところなんですけども、前回先行検査と本格検査のですね結果の対比があるところですけども、これちょっと先ほどの検診感覚にもちょっと関係するところですけども、前回 B、 ごめんなさい、前回 A1、A2 で今回 B という人がいらっしゃって、まあその中にはおそらく結節で、まあでもサイズでまあ A2 と判定されて今回 B と判定された方いらっしゃると思うんですけども、そういった方で要するに前回とのサイズがどのくらい違うかとかいうのが分かると。もしデータがこの333人中ですね、A2 で、A2 はほとんどが先ほど申し上げましたように濃厚なんですが、結節、ただここで、注意しておきます、お断りしておきますけど、我々が言ってる濃厚と結節の結節っていうのは濃厚の中に1ミリでもしこりがあるものは全部結節に入ってます。ですから急激な増大縮小の多くを示しているのは、そのもちろん手術に回る例は別としても、一般的には嚢胞の内容器が増えると急激に大きくなったり、嚢胞の内容器が減ると急激に小さくなるので、その液の増減によって変わる結節も相当あるということはありますが、その前回 A2 で結節だったものは29例ございます。あ、ごめんなさい、で A2 結節で今回 B 判定の5ミリ以上の結節になったものが29名と。で、ということは A2 だったということは5ミリ以下の結節という判定だったわけですけど、でその方の平均は4ミリで、今回は 6.8 ミリです、その29名と。もちろん大きくなった人だけですから、先ほども言ったように変わらない人、小さくなった人で、これは5ミリを超えているところでの境での検査ですけど、ちょっと 2.8 ミリの増減です。よろしいでしょうか。他にやっぱこの辺の詳細なところはですね、また部会近々開かれますので、清水先生に必要なデータを提示いただいて、見ていただきたいと思いますし、その議論を深めていただきたいと思います。ただ一つ言えることは、先ほど津軽先生がおっしゃった、感度 100% じゃないということもあるんでしょうし、前回との画像との比較というようなことも、また先ほど言った B から A になったという人たちも含めてですね、丁寧に見ていただけると、結局その制度管理っていうのがやっぱりあらゆる検診につきものでありまして、1回目の検査が終わった時の制度管理ということと、2回目をやっての制度管理というのは意味も方法論も、釈迦に説法ですが、すいません、違っているわけですよね。ですからその制度管理という観点からもしっかりとその結果を出して議論をして、感覚の話やあるいは検診の仕方などについてもよりその議論を深めたいと思います。ぜひともそのあたりはですね、先生方は専門家の先生もいらっしゃいますので、ぜひその議論を深めていただきたいと思います。清水先生、何かコメントありますか。いや皆さんのお話の中で私が疑問に思っていたことはほとんど解消されました。それで常識で考えて、最初の検査で、見つかった患者子どもたち、それ以前のどっかの時点で罹患しているわけですから、
これ年をに従ってその中で患者が増えていくこと自体は別に不思議なことではないというふうに思っております。ただ今お話ありましたようにどういう経緯でですね、新しい患者が出たのかということはきちっと見ていただきたいというふうに思います。はい、清水先生何かコメントありますか。大丈夫ですか。よろしいですか。はい、どうぞ。検査の見逃しっていうのと、要するに検査による偽陽性、偽陰性ですね、失礼、偽陰性というのは違うので、そこだけは誤解しない方がいいと思います。大丈夫ですか、コメント、大丈夫ですね。はい、それでは、この議論は一応ここまでとさせていただきまして、時間がまた押しておりますけれども、健康審査について、括弧に丸2ですね、事務局から説明をお願いします。はい、それでは、健康審査、増進室の橋本がご報告いたします。資料の 4-1 をご覧ください。平成25年度の実施状況です。対象者213,444人に対して、受診された方 25% 全体で、53,288人の方に受診いただいております。県内に居住していらっしゃる対象者のうち16歳以上については既存の検診と県民健康調査検診審査を健康審査を一度で受診できるように市町村の実施する特定検診健康審査などにおいて追加項目を上乗せしまして同時に実施できるようにしまして、受診できなかった方を対象に県内24会場延べ69回集団検診方式で健康審査を実施いたしました。県内の510施設にご協力をいただいております。15歳以下の小児については小児の特性に対応できるよう小児科医の先生方に協力いただきまして県内104施設において検診を実施いたしました。県外においては合計951の医療機関に協力をいただきまして内訳としては16歳以上については453の医療機関、15歳以上については県内と同様に小児科を標榜する133の医療機関、16歳以上、15歳以上いずれも対応可能な365の医療機関にご協力をいただいております。調査の受診率でございますけれども25年度の16歳以上の受診率は先ほど申しました通り一部に23% で23年度の 30.9% と比較すると約8ポイント減少いたしました。同じく15歳以下の受診率は 38.7% で平成23年度の 64.5% と比較すると約26ポイント減少いたしまして現在に至っております。で、4-2 ページをご覧ください。平成26年度の実施状況を以下に示しております。県内に居住していらっしゃる対象者は昨年度と同様7月から12月までの約6ヶ月間実施しております。途中経過ですが5504人の方に受診していただいております。一方で16歳以上に関しましては引き続き伊達市を除く12市町村において市町村が実施する特定検診総合検診で追加項目を上乗せして同時に実施してできるようにしています。途中経過ですが10月末までで21,943人の方に受診をいただいております。県外に避難していらっしゃる対象者の方については早期に実施できるよう7月中旬より順次案内を発送しまして8月から実施してございます。多数の対象者の方が避難している地域に近接した医療機関に協力いただけるように今後も努めてまいります。次に資料の 4-2 をご覧ください。平成23年度から25年度の県民健康調査健康審査健康項目別の受診実績基礎統計表を示します。これについては23年度24年度について13回の県民健康調査検討委員会に資料提出したものを
後に訂正がございましたので、訂正したものをここに記載しております。対象者は23年度以降以下の通りでございますし、検診項目もそのまま継続しております。でこれらの値はですね、統計的な検定を行っておりません。で平成23年度、24年度、25年度では検診対象者に大きな変わりはございません。検診受診者はしかし一方で異なっておりまして、検診受けた時期あるいは医療機関なども異なっているなど、多くの就職因子がございますために厳密な意味での比較は行ってございません。それで今回各項目の統計表の最後にですね、数値のまとめを記載しておりますので、ご参考までにご参考になさってください。で一番最後64ページと65ページにこれらの調査のサマリーを記載しております。総括を申しますと、肥満を基盤として、発生します高血圧、それから体糖の障害、高血糖、脂質、それから高尿酸血症、これらが依然として非常に多くの比率を占めておりまして、これらの問題がですね、避難されている方に、大きな今後の問題にもなると思いますので、引き続き、検査を続けていく必要があるというふうに考えております。以上でございます。はい、ありがとうございます。何かどうぞ、伊坂先生。伊坂ですけれども、この健康審査の件についてもですね、やはり受診率の問題を私は問題として取り上げたいと思います。で、4の1で先ほどお話ありましたように、毎年減ってきている、対象者は変わらないんだけど、毎年減ってきているということですね。で、やはりこれ、私、前からお話しているように、一元化しないと、どうしてもこれは成績上がってこないと思うんですね。だん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 年齢が減っているという原因で、今でもですね、市町村検診が終わった後にこれ来てますので、で町の検診受けたからもう行かないというか、あるいはもう何度も限られた検査だけだし行かないという人が多いわけですけどね、その辺の打開をしていかないことには受診率変わってこないと思うんですね。でそれともう一点なんですけど、甲状腺の方でも出たんですけれども、今後これを管理していく上において、やはり一元化していかないといけないと思っています。で、いろいろ地方にばらまっていく可能性がありますので、ID カードの話も出てましたけど、先ほど甲状腺の、ただ甲状腺は甲状腺、それから健康審査は健康審査ではなくて、これ一括したものにしていかなければいけないと思いますね。こういったところはやっぱり国とか県の指導できちっとされないといけない。で現に健康手帳というのは、これ県から出していただいたものとですね、それから各市町村でこうやって作って出してくるんですね。こんな無駄じゃないでしょうか、ね、これは県の方で出したやつかな、あこれ富岡町なんですよ、富岡町でこれだけ立派なやつ、でこれは県で出したやつで、こういうふうに各町村で県とやはり、まあ、この人で指導してるかどうか分かりませんけど、こういったダブった形でですね、健康ファイルを作って出していくというのは非常に無駄が多いと思いますし、なかなかこの一元化できないとなると統計は取れてこないと思います。で私はこの健康審査もですね、だんだん衰退していくんじゃないかと危惧しているわけですね。でこれは本当にどういうふうにしたらいいのかということが一番問題だなと思うんですね。でやはり市町村の検診にきちんと任せるようにというか載せるように、そういうふうな形でしていかないと増えないんじゃないかなと、そういうふうに思っています。でこの健康ファイルの検討、それからその今後のこの取り組みについてお話しします。どうぞ。ありがとうございます。確認でございますけれども、これ町村の検診とは同一に行っておりまして、その上乗せで行っておりますので、これは一元化はそれはなっているというふうに把握しております。もう一つ、はい、富岡町の場合ですけれども、まあ、秋のうちに町民検査は終わっちゃったんですよ。
それで1月から今度3月の半ばまで県民健康審査、先生それは町村の検診を受けなかった人を対象に1月から3月まで行うということだと思いますが、町村の受診率は高いんですよ。それなのになんでこれ下がっちゃうの。いや同じですけど、先生ご確認いただきたいと思います。それともう一つファイルもですね、今は一本化して一体化して行っておりまして、データも連結して一体管理になっておると思います。実際私先日いわきに住民の方々に説明に伺って、その時にファイルの使い方を見せていただきましたけれども、しっかり一元化してファイルをちゃんと管理していらっしゃる。それならいいんですけど、多分双葉大熊もこれ町村単位の健康ファイルを作ってるんですよ。でこれ次元にそこにあるんですからね。これ富岡町とこれ指導が悪いんじゃないですか、じゃあ県の。いやすいません、町村は町村で作ってらっしゃるかもしれませんけれども、少なくともバラバラにならないように、それらの方々がちゃんとファイルに入れて検診の結果を取ってらっしゃるんではないかと思います。すいません、その辺はね重大な問題ではなくて、今後統一してそういうデータを作っていくために、なんかやっぱりきちんとした管理をしていかなければいけないんじゃないかという私の意見なんですよ。はい、ありがとうございます。どうぞ。補足ですけれども、県民健康ファイルに関しましては、この県民健康最初に調査の段階で基本調査の終了された方から健康管理を行うためのファイルを一括して県民に提供しますということを、この検討委員会のかなり最初の時に決定しております。各市町村が独自に町民や村民に向けてより良い手帳を作るかどうかに関してまで、この県民健康調査の方で統制するとか統一するべきだということを言うかどうかというのは、私はちょっと判断できませんけれども、そこまで こちらとしては言う必要があるのかどうかというのは、ぜひ検討委員会の方で議論いただければと思います。どうぞ。清水ですけれども、64ページと65ページの各検診項目のまとめをここにきちっとまとめていただいておりますけれども、これは対象者のに対するいろんな、経年的なデータだと思うんですね。でこれをですね、実際に一般的なデータと比べてどこが違うのかということが分からないと、じゃあこのデータのグループに対してどういうふうに対応したらいいかということが分からないと思うんですね。これはあくまでも対象者が県内の被災者の方々だけなので、それと比べてたくさんデータがあると思うので、それと比較して一般的なんですね。でどんどん高くなってるのはやっぱりこれおかしいとか、あるいは一般的なデータと同じなのでそれほど大きな問題ではないっていう評価をしないと、なかなか結論まで持っていけないんじゃないかなっていう思うんですけど、いかがでしょう。ご指摘ありがとうございます。一つは震災前の年のデータもございまして、福島県はもともと肥満は非常に多い県でございます。女性が全国で2位、男性が4位でありました。それが震災後は少し改善してきておりますが、やはり調べてみますと、避難されている方はその避難が要因となって生活習慣の変化が元になっていると思いますが、やはり肥満の比率が多いということで、それが問題だと思います。そして個々のデータについては、個々の市町村に対しての説明会を企画してそれを行っておりまして、それぞれのところでフィードバックの説明会を行って住民の方々のために役に立つようにしているというふうに把握しております。そしてこの点は この2番とか3番とかその辺のところが問題になるということですね。分かりました、ありがとうございました。よろしいでしょうか。この件はですね、後ほどまた議論をしなきゃいけないと思うんですけれども、放射線の影響があったかなかったかという観点で調査をするにしては調査項目が不足だというような意見があったりですね、あるいは一方で、
やっぱりこの生活習慣の改善に結びつくようなことにつながらないと、検査をして震災前と後でこうでしたとか、肥満の率が上がったとか下がったとかいうだけでは、個人の生活習慣の改善や地域全体の健康度の改善にはつながらないだろうという指摘、まあ、当然だろうと思うんですね。でこれをどうやったらその、まあ、健康圏にするんだと多分知事もおっしゃるでしょうし、私もそう思っていますが、そのためにこの検診という非常に良い行動変容のチャンスをですね、どういうふうに生かしていくのかっていうのがまだまだちょっと議論が足りないような気がしますし、安村先生に、そういう個人のですね行動変容のを促すチャンスとしての検診のですね意義、あるいはそれをどうやったらその一人一人の町民あるいは市民に伝えていくことができるのかみたいなことについての何かサセッションがあれば、我々もそういう方向を見ながらですね、この調査がその単なる数字の羅列ではないものになるんじゃないかなと思うんですけど、安村先生何かコメントください。はい、サジェッションなんていうことはとても申し上げられるあれではないですけれども、今回 この健康審査自体は避難を余儀なくされた方たち、つまり避難に伴って生活環境が変わり、まあ、橋本先生の方からもありましたけれども、生活習慣が変わったということで健康状態が、まあ、心も体も悪化していないかということをきちんとフォローするということが大きな目的であります。で先ほどもありましたけれども県民健康調査としては震災以降のデータしか取ってありませんけれども、市町村と協力してですね、震災前のデータの提供を受けてその変化を分析するというようなことも今センターでは実施しております。そういう意味では各市町村ごとの避難を余儀なくされた市町村においては、医大も協力して県と一緒にですね、どのような変化が それぞれの市町村に起こっているかということを自分たちのデータをお見せすることで理解いただいて、課題を抽出しそれに対して適切な対応をするということを一緒にやっていきたいなというふうに思っています。合わせてこの避難した区域以外の方々にとっても、例えば外での外出運動が減ったとかですね、さまざまな行動変容が、まあ、悪い生活習慣というかですね、不適切な生活習慣が少し増えたのではないかということを指摘されておりますので、そういう意味では、まあ、この県民健康調査だけでなくて、これを活用してですね、全県 の健康状態をしっかりと把握して、県 の保健医療福祉政策に、まあ、役立てるような基礎資料にできればなというふうに思っております。ということで県からも一言もらわなきゃいけないんですが、やっぱり私はこの調査が本当に避難をされた方や、まあ、県内で生活をされている人たちの健康づくりに役に立つものにしていくのにはまだまだ改善の余地があるように思っていますし、市町村の保健師さんたちの活動も、まあ、数やその他あるいはその避難の、多様性といいますかね、多くのところに避難者が分散しているというような状況からするとかなり難しいところに来ているような気がするんですが、そのあたりもし県の方からコメントがあればいただきたいです。はい、健康衛生担当事務所の馬場と申します。今安村先生の方からございましたが、やはりこういった県民健康調査をしっかりやった上での分析、これも我々十分に活用していかないと意味がないというふうに考えておりまして、今現在県でもですね、被災者健康サポート事業というのを、まあ、全市町村でやっていただいておりますが、まあ、これは大きく分けますと、県でお手伝いできるところ、例えば専門職の確保でありますとか、または県が直接出向いてそのサポートをする、あと各市町村がそれぞれ今座長おっしゃったように地域で実態が違うというところがございますので、さまざまなアイデアを活用した事業を展開しているというところでございますが、さらにですね、こういった状況現状をですね、我々も踏まえるとともに市町村にも情報提供しまして、一緒になってこれからまた活用していきたいというふうに考えてございます。はい、ありがとうございます。何かコメントありますでしょうか。よろしいですか。それでは次に参ります。次に先ほどの甲状腺検査のところでですね、一つ説明漏れの資料があったので、それを先にやっていいですかね。ごめんなさい、鈴木先生、追加資料で出されていたことについて、ちょっと行ったり来たりになりましたけど、説明してください。はい、私ども
11月の中旬にですね、甲状腺検査部会の直後に第57回日本甲状腺学会学術集会で発表させてもらった内容がございます。でこれを前回の部会の時にも前もってこういう発表をするという話をさせていただきまして、詳しい話は次の検討委員会で報告したいということで今日この資料を付けさせていただきました。で、この追加資料をご覧ください。これがその時の省力をつけて、おります。で、演題は小児若年者における甲状腺がん発症関連遺伝子群の同定と発症基準の解明ということで、そういう発表をさせていただいています。で、下に我々の補足というところで今回の福島県立医科大による補足として今回の検討対象者24名のうち23名はこの福島県、県民健康調査の甲状腺検査先行調査においてがんまたはがんの疑いがあったものであると、対象となかった方には県民健康調査とは別に本研究での同意を得ております。でチェルノブイリ原発事故の後、当地における小児甲状腺がん遺伝子変異のパターンはレッド PTC3 というのの再配列異常小6中ではリアレンジメントと書いてありますがを多数認めたと。今回の解析ではこのレッド PTC3 は確認されていないと。ただしこの採用のみをもって放射線の影響の有無を判断するものは早計であるという結論でございます。以上です。ありがとうございます。これ何かコメント清水先生ありますか。大丈夫ですか。はい、はい、どうぞ。新聞でこれ見たときにはびっくりしまして、で私はてっきりがんというのは非特異性疾患でいくら細胞を分析してもその原因を突き止めることはそもそも不可能だというふうに思い込んでいたんですけれども、そうでもないということなんでしょうか。それから一番最後の、このことをもって放射線影響の有無を判断するのは早計であるということのニュアンスをちょっとお聞かせ願いたいです。まさにまずですね、放射線の影響をストレートに分かる遺伝子変異とかはないわけですけど、ただチェルノブイリでもこのレッド PTC っていうのが対象の小児の甲状腺がんに多数認められたということで一時期はこれを調べれば分かるんじゃないかっていう話があったんですが、その後の追跡検査でどうも小児に非常に小児の甲状腺がんに多いということが分かってきて特異的ではない、ただチェルノブイリでは特徴的に見つかっていると。でそのことに関して私どもはここでも何度かそういうものを測らないのかという説明を受けましたので、いずれこれは基地の遺伝子の一つですので、そういう研究 のこういう発症基準を解明するという中ではまず1に調べなければいけない。その中では特徴がですね、逆に成人で多いと言われている遺伝子の変異が今回の対象の人には非常に多かったというのが特徴だということが全体の集団での特徴だということで、清水和夫先生が言われたようにこういうことをもう少し数を増やして、もう少し詳細に見ないとわからないということです。方法なんですけども、当時多分チェルノブイリの症例をこういう検査できなかったと思うんですね。これはホルマリン固定の表を繰り返してレトロスペクティブにやった検査なんでしょうかね。そのチェルノブイリのケースの遺伝子上ですね。その当時はリアルタイムにはできなかったので、はいはい、その後保存した標本ですね、はい、それを使ってバンクもできてましたので、ですね。あと大したことじゃないんですが、たくさんの人がいらっしゃってるんで、これ補足のところ、ペット PTC3 になってますから、これレッド PC3 が正しいので、訂正しておきたいということです。RET です。一番下から2行目のところが全部ペット PTC3 になっていますので、あれ我々に配られたら事前配布資料で直ったやつが今日は配られたんですかね。
あ、そうですか。こっちに配られてるのはあのレッド PTC3 になってるの で, ですね。失礼しました。あのレッドです。レッドですね。REEです。はい。こっそり直した人がいるんですよ、どっかで。はい。よろしいでしょうか。何か追加で、清水先生よろしいですか。はい。はい、どうぞ。校長選の評価部会の時にちょっと申し上げたのは、もともと県民健康調査で始まった、調査、この検査でそこから絞り込まれてというか不幸にもその、患者さんだということが分かってで、県立医大で深くこう、研究されたわけなんですが、その時のそのデータは誰のものかという議論をご提示したわけです。で前回はですね、翌直後にこの学会の発表があるということで、評価部会のところ時にこういう発表をしますということで事前にご紹介いただいたわけですけれども、そのタイミングだけでいいのか、その中身まで県民にご報告いただいてから学会発表じゃなくていいのかとかですね、いろいろこう県民の側になると疑問を持つ内容だと思うんですね。でそこは大学の中で、どういう研究を福島県立大学が独自で行っていい、それからどういうタイミングでそれを公表していいという、非常にこれは学術とその公衆衛生上のその問題のその間が難しい問題だと思うんですけれども、そこをですね一度きちんと議論していくことが必要じゃないかというふうに思います。これは問題提起として今後一緒に考えていきたいと思います、はい、ありがとうございます。何かコメントはいいですか。追加をしてこの件も前回 の, 部会で出てた話ですので、しっかりと議論をさせていただいて、あとは二次利用とかですね、あるいはその第三者がこのデータへどうアクセスするかとか、研究目的の場合とか、どういうふうに取り扱うのかというのが、当初からの第三者への提供というのは議論していたように覚えてますが、その具体的な手続きなどについてはまだ明確でない部分もありようですので、しっかりと議論をさせていただきます。それではよろしいでしょうかね。次に参ります。心の健康度生活習慣調査についてお願いします。心の健康度生活習慣に関する調査の責任者であります前田ですけれども、今日報告したい内容は大きく3つありまして、まず平成25年度調査 の, 結果の概要と、結果とか、これは確定じゃないですけども、その途中での結果の概要と、支援の実施状況、そして最後に平成26年調査についてですね、かなり大きく変更がありますので、それをご説明したいと思ってましたが、時間が ありませんので、第3番目の平成26年の調査のあり方ということについては少し時間を取ってお話したいと思います。まず最初に簡単にですけれども、平成25年の調査の結果の暫定についてご説明したいと思います。資料の 5-7 をご覧いただきたいと思います。25年の調査まではほぼ23年の調査の同じものを踏襲しておりまして、踏襲しております。で結果対象者も同じですし、質問書の内容もほぼ同じでございます。ただ結果ですけども、5の6をご覧ください。尺度に関してだけはここに3年間のまとめを載せてますけども、10月末日現在のですね、3年間の比較を載せております。25年度においては、例えば子どもさんの場合 SDQ という質問書の調査を行ってますけども、14.2% の方がカットオフ値を超えていると、何らかの問題があると子どもさんたちと認定されておりまして、同じく K6 では 9.7%、 PCL では 15.9%、 この2つは成人ですけども、そういうふうになっております。いずれの調査もですね、23年度と比べまして経年で見ていきますと、若干少しずつ改善していく傾向にあります。ただですね、例えば子どもさんの場合は先行研究における、被災地でないところでの調査の結果が例えば 9.5% に対し、今回は 14.2% ですから、やっぱり高いですし、同じく K6 も一般人口では 3% なのが今回 9.7% ということで、まだ高いレベルですけども、少しずつ改善はしていっているということでございます。それから続きまして、
支援の実施、平成25年の調査の支援の概要についてご説明したいと思います。で、5の1を、ご覧ください。戻りまして、5の1をご覧ください。支援のあり方に関しましても、基本的に電話支援と、それから文書支援を組み合わせて行うということに関しては、23年、20年度と同様でございます。で、現在のところ、尺度による支援の方ですけれども、ほぼ、支援済み率が 88% まで上がっておりまして、ほぼこれも例年並みの数値でございまして、電話と文書による支援に関しては、進捗は見られているということでございます。で、なお、特に電話支援ですね、今のところは。それから、ただ、今回ちょっと違いますのが、今まで3年間、調査をやってまいりまして、その結果を知りたいという住民の方が、かなりおられましたので、3年間分のですね、まとめを今作りまして、来年2月に質問紙の25、6年調査の質問紙の発送と同時に、お送りしまして、全、調査対象者の方にお送りしまして、この3年間の結果をフィードバックするということをしていきたいと思っております。ちょっと駆け足だったんですけども、以上で支援の実施状況についてお話ししました。で、今から平成26年調査の実施計画についてお話ししたいと思います。5の3をご覧ください。今まで3年間支援をやってきまして、成果もあったんですけど、課題もありました。例えばですね、一つは他の調査と同じくですけども、回答率が少し下がっていることですね。今回 26.3% でございます。前年より約 5% ほど下がっております。で、こういったことを改善しなければなりません。従いまして、その一つの理由としてですね、質問紙が30分ぐらい書き上げるに時間がかかると、少し量が多いんじゃないかという批判をかなり受けありましたので、今回質問紙を大幅に減らしております。で、約半数に減らすことを目標としてまず直したということですね。さらに減らすだけではなくて、市町村の意向をもっと聞いてほしいということもございましたので、市町村全部回りまして、市町村の青少年担当者の方々によくお話を聞きまして、質問紙をさらにブラッシュアップするということに努めてきました。で、特に質問紙に関してはケアに直結するものに厳選して絞るという形で作っております。で、質問書の内容なんですけども、5-57、ページ以降に全部本物の質問紙、今度、配送する予定の質問書を載せております。で、一つずつちょっと詳細見ていく時間はありますので、変化したところをざっくりと述べますと、まず対象者ですね、子どもさんに4つの対象者、成人という5つの対象者に関しては特に変わりありませんけれども、質問紙でいきますと、特に子どもさんに関しては食行動のことをかなり詳しく聞いておりました。ただ、もちろん子どもさんの食行動大事なんですけれども、塩分の取りすぎとかいうことはあまりそれほど大きな問題じゃないだろうということで、この辺をざっくりと減らしております。一方 SDQ はそのまま残しております。それから、分類が多かったのが一般成人なんですけども、一般成人に関しては生活習慣に関するいろんな質問も少しいらないものいらないというか、すぐにいらないものはなるべく減らすという形で約半数程度に減らしまして、また心に関してはですね、PCA という PTSD のチェックリストがあります。これが17項目なんですね。かなり多いものでして、しかもこれを書くと過去を思い出して苦しいという方がかなりおられましたので、これをもう削除しました。で、そういった形でですね、結果としては先ほど言いましたように約半数に減っております。で、この検討委員会でしばしば母親はどうなっているのかという、お母さんは一体どうなのかという、小さな子どもさんを持ってお母さんはどうなのかということをよくお尋ねありまして、実は今までの3年間の中では母親を特定する質問がありませんでしたので、今回平成26年からは小さな子どもさんを持つお母さんというのを同定するような、そういう属性を調べるような調査の項目も追加してございます。こういったことを行いまして、少しでも回答率の改善に努めてまいりたいと思っております。以上でございます。ありがとうございました。何か質問あればどうぞ。大幅な改定ということでありますが、
電話支援のですね、その後っていうのは前にもご説明を受けたと思うんですけれども、結局どんどん悪くなっていくのか、やはり改善の方向に行っているのかみたいなことについての、個人別のカルテっていうといいかどうか分かりませんが、そういうものをつけて、刑事的な多分変化を見ていると思うんですけれども、その総括的な評価というのはどんな感じなんでしょうか。まだですね、3年間の、全部答えられた方の紐付けられたデータというのは分析をしていないんですけれども、全体でですね、十数パーセントの方が3年間全部答えられています。でただ一番大事なのはやっぱりその、回答し初年度回答したけども次の年回答しなかった方と結構おられますので、私たちとしては非常に大事に思っているまず市町村へ具合の悪い方必ずつなぐということと、もう一つ近年ちょっと今年は特に強調したのは、ここのケアセンターのようなアウトリーチを主体とするような支援団体支援組織の方に特に連携を密にして、そちらの方でもきちんとフォローアップしてもらうということを目指しております。何かございますか。成井先生どうでしょう。本当に大幅でちょっと驚いているところですが、一般の項目であの PCL を大幅に本当にカットしたんですね。その辺のことをもう少し教えていただきたくて、確かに岩手と宮城と福島を比較したときに、岩手はトラウマ反応とか岩手宮城はトラウマ反応が高いです。で、むしろ福島県の人たちはそのトラウマ反応よりもむしろその、なんて言っているのかな、価格性だとか不安反応がすごく高いのが続いているんですね。ですからPCL 取ってもいいっていう気持ちが私の中にあるんですけれども、ただこの対象になっているのが津波被害に遭った地域の方たちが多く含まれている地域でもあるので、本当に取っちゃっていいのかなという、その辺の見込みはいかがでしょうか。ご質問ありがとうございました。かなり悩みました。で、K6 を作られた翻訳された川上先生だともうずいぶん話し合いもしました。でただですね、PTSD の、いろんな標準化された尺度に関しては最も短くなこの PCL でございまして、やっぱり17項目あるんですね。これで15分ぐらい時間かかってしまう、全体の約3分の1強がありますの で特に私たちが重視したのは特に自殺であるとかそういったことに結びつきやすいうつのスクリーニングでございまして、K6 を重視したいと。PCL はもちろん重視したんですけども、現在のところちょっと項目数が多いということでやむを得ず削除した次第です。ただ今現在 PTSD の尺度に関しては3項目版というのがですね作成されてまして、これは特に厚労省の研究員なんかで今検討されているところです。標準化がもう少しきちんと進めばこういった非常に簡易版をですね用いることも念頭にあります。よろしいでしょうか。子どもについては SDQ でよろしいっていうふうに考えたんですか。これも、いろいろ考えられるところなんですけど、実際子どもさんにですね、広範囲に調べられるチェックリストというのはほとんどございません。標準化されたものが。でこの SDQ というのが唯一日本で標準化作業が終わっているものですし、それから先行研究の結果もありますので比較できるということで、これを持ち出し次第です。ただこれも将来的にですね、例えばこれ全部親がつけるものですから、もう少し大きな子どもさんに関しては子どもさん自身のこう声みたいなものを拾えるものはないだろうかということも考えてはいますけど、標準化された尺度としてはもうこれしか今のところ使えないというのが今のところの現状だと思います。確かにそうだとは思うので、標準化ということを一番最優先に考えたらばこれしか選択はないのかなとは思うんですが、ただ SDQ は発達障害の子どもの、スクリーニング尺度なので福島の子どもたちの今の問題行動というのは非常にそういう意味では SDQ で引っかかるような行動を取ってますから、それもいいんですけれども、発達障害とトラウマ障害あるいはストレス障害との区別がどっかで取れるような何かこう質問がここに加わっているとなおいいんじゃないかなと、そんなふうに思うんですが。
それもご存知だとおっしゃると思いますが、なかなか子どもさんの場合は内的な心の中の変化というのは質問してチェックできません。ですからどうしても SDQ のような行動上の変化でしかできないんですね。そうしますと先生おっしゃるように行動発達障害というのをどうしてもピックアップしてしまって、そこの方が出てしまうことがあるんですけども、小さな子どもさんの場合はなかなか例えば今自分がどんなことで不安なのかということを書くことは非常に難しくてですね、この辺りちょっと質問票の限界なんじゃないかなと。その代わり別の質問でですね、例えばお母さんが子育ての不安とかも聞いておりますので、その辺りで補っていくしかないのかなと、小さなお子様に関してはそんなふうに思っております。あともう一つ眠りに対する質問項目があるので、ここでもしかしたら拾えるかなっていうのは思いましたので、その辺ちょっと注意しながらのデータを分析するときによく考えて分析していただけたらというふうに思います。睡眠は特に覚醒更新と絡んでますから、はいね、よく見ておきたいと思います。お願いします。はい、他に何かどうぞ。要支援の場合なんですけれども、他の検査項目、つまり、健康診断の、結果ですとか、それから次にご説明いただくと思いますけれども、妊産婦の調査のその結果ですとか、そこの突合した上で、お電話されたり、そういうことをされてるんでしょうか。まだ今のところですね、もうすぐできるようになりますけど、今のところはちょっとその他の調査との紐付けということでの支援はできていないのが現状です。妊産婦に関してはですね、ほぼ同じチーム、ここの心理師さんがサポートしてますので、かなり連携は取り合ってるんですけども、データとしては紐付けられていないということです。そもそもこの調査 のタイトルが心の健康度と生活習慣ですので、生活習慣に伴うその身体的な異常のところも把握した上で支援いただけるとありがたいと思います。はい、よろしいでしょうか。この一般的にそのデータの紐付けというのは、これから先ほどの、被曝の問題もそうですけど、内部被曝、外部被曝、あるいはということで、やっぱりせっかくですから、ぜひとも前向きにですね、進めていただき、お金もかかって手間暇もかかるんでしょうけれども、これはお願いをしておきたいと思います。で、続きまして、妊産婦に関する調査について説明をお願いします。はい、はい、妊産婦に関する調査の実施状況について、妊産婦調査室の室長の藤森がご報告させていただきたいと思います。6の3ページからは実際の集計結果が平成23年度と24年度との比較で載ってございますので、参考にしていただければと思います。今回は平成25年度の中間報告といたしまして、平成26年の10月31日までの回答者を対象としております。実施状況ですが、平成25年の12月中旬以降、1万5218件を発送いたしまして、さらに平成26年の7月31日に、未回答者に対しまして再度調査票を送付して行っております。2の調査の主な集計分析ですが、両括弧の1、回答率、回答者数ですが、回答者数は7209人で、回答率は 47.4% でございました。これは平成24年度が 49.5% ということで、若干 2% ほど減少しておりますが、回答者数は平成24年が7181人と、回答者数では増加しております。両括弧の2、妊娠結果でございますが、母子健康手帳交付後の流産の割合 0.78%、 早産の割合は 5.38% ということで、これはほぼ変化がございませんでした。単体妊娠における先天奇形異常の発生率は 2.35% でございまして、これも23年24年とほぼ同じような数字、かつ一般的な発生率と言われております 3-5% と同じような数字でございました。両括弧の3です。母親のメンタルヘルスについてですが、うつ傾向ありと判定された母親の割合 24.5% は23年24年と比べ経年的に減少してきております。比較ということなんですが、健やか親子21年の調査で、これはエジムラ産後うつ指標という、ちょっと評価が違う方法なんですが、これで、この
評価法に換算する論文がございまして、推定いたしますと本件の母親の産後うつというのは約 13% 程度ということで、これは全国の 9.0% に比べると高いというふうな結果でございました。両括弧の4、妊娠分娩のケアについてですが、今回の妊娠分娩全体に関しまして十分にケアを受けられましたかという問いがございますが、そう思わない、もしくは全くそう思わないと回答された割合は 2.3% でございまして、平成24年を下回りました。続きまして2ページに行っていただきまして、両括弧の5、家庭と育児の状況についてですが、避難中とのお答えになられた割合は早々地区で 50.9% で高かったのですが、平成24年度に比べて減少しております。下に行きまして、ミルクですね、人工乳を使った理由について聞いておる項目がありますが、ミルクを使った理由は放射線の母乳への影響が心配と答えられた方が 1.7% でございまして、これは平成24年度に比べまして下回って、かなり下回っております。両括弧の6、次回の妊娠希望要望についてですが、次回妊娠を希望すると答えられた方は 52.8% で前年度とほぼ同数でございました。2つ飛んでいただきまして、次回妊娠を希望しない理由としては希望していないと答えられた方が 50.0% で最も多く、放射線の影響が心配のためと答えられた方は 5.6% でございまして、平成24年度を大きく下回りました。両括弧の7、電話支援についてですが、回答者7209人のうち電話相談支援が必要だと判断された方、つまり要支援者と判断された方は1098名でございました。相談内容は母親の心身の状態に関することが 42.4% と最も多く、次いで子育て関連のことが 38.8%、放射線の影響や心配に関することは 17.1% でありまして、これも平成23年24年に比べ経年的に減少傾向を示しました。両括弧の8です。自由記載の内容についてですが、今回自由記載に記入された方は861名と 12.0% でございまして、これは平成23年24年と比べまして経年的に減少しております。本日資料には付けてございませんが、平成26年度の調査も11月より開始しております。今回は前回お認めいただいた調査票を用いまして分割発送しております。3回に分けて分割発送しています。今回対象となられた方は1万5000トンで17名でございます。第1回の発送を11月20日9074名を対象に発送しております。第2回第3回は平成27年の1月23日、平成27年の3月20日にそれぞれ2360名、3582名でお送りする予定でございます。これは分娩時期を推定して、可能な限り近いところで送った方が回答しやすいでしょうということで分割発送でお送りしたいと思います。12月24日までの昨日までの回答者数なんですが、3000トンで73件ということで 33.9% ということで、これは前回平成25年の回答率に比べまして約 7% ほど増えてございます。それから平成26年度の電話支援状況なんですが、電話支援対象者が342名ということになっておりまして、337名の方に関しまして初回コンタクト、つまり電話支援を終了しております。妊産婦に関する調査の報告は以上でございます。はい、ありがとうございました。何かコメント質問ありますでしょうか。どうぞ。宮城県立こども病院の室月です。いくつかちょっと
気がついたところがあるんですが、まずあれですね、先天奇形異常率 の推移に関して、まあ、23年、24年、25年って今年も同じような傾向っていうような形で、まあ、あまり大きな影響はないとこれで判断してもいいものなんでしょうか。数字の報告でございまして、基本的にその影響云々っていうのは解析ということになるというふうに考えております。なのですが、一般的な発生率、先生もご存知のように発生率と比べまして高くはないという報告で、それが、まあ、影響があったのかないのかというのは、いずれ解析、まあ、研究というかですね、そういうところが必要になってくるかもしれません。単純な数字の報告ということで理解していただければと思います。まあ、その通りだと思うんですが、例えば甲状腺に関しては一通り終わってこれから本格調査が始まるという形で、まあ、これから非常に、まあ、注目を浴びて今回も4例ということでかなり議論になったんですが、逆にその出生に関することに関しては、まあ、この段階でそろそろ結局経年的にそれは明らかに下がっていくというはずですね。そうするとそれから3年半経った現在で、実際に事故があった時に妊娠した方はもう全員出生されて、まあ、少し大きくなってきているという形で、まあ、そろそろそれを判断して、私が言っているのはですね、結局おそらく今回は問題なかったんだろうというふうなことがそろそろ言えると思うんですね。というのはこの調査は調査票ベースですから、やはりいろんなバイアスがかかりますので難しいんですが、他に厚労省の研究班でやったホスピタルベーストの結果に関しても、ほぼ言ったなんですかね、福島県のそういう先天異常奇形の率に関しての影響はなかったっていうような結論が出てきています。ですから、そういった意味で先ほどこの県調査をどういうふうに報告していくか、研究に生かしていくかっていう形で議論して、武器だって言ったんですが、私は逆にこのことはですね、早くこうやっぱりなんですかね、一般にこう明らかにして、もう非常にその不安に抱いているような人たちとかいるんですが、そういうふうに返していくべき時期に来てるんじゃないかと思うんです。この報道に関してもですね、やっぱり異常がある、影響があるというのはニュースバリが高いんでどんどん出てきますけども、このように大丈夫だったんだっていうことに関してはなかなかそういうふうな社会に対しての報道っていうのがあまり見受けられないっていうことがありますので、そういったことに関していかがなんでしょうか。はい、ありがとうございます。先生もご存知のように私のところにも、いくつかマスコミの方いらっしゃって、新聞記事にもしていただいて発表は、しております。まあ、それからもう一つ、すべての胎児異常、胎児奇形を対象にしていいかというのもなかなかこれは難しいお話かというふうに私は思っておりまして、先生もご存知のように放射線影響にが関連していると言われている、まあ、小頭症や二分脊椎裂等を、まあ、もっと、詳しく見るのか、それともすべての、異常に対しを対象にするかという、そういうこともございますので、もちろん頻度が非常に少ない、異常でございますので、まあ、そこら辺の解析というのは非常に難しいんじゃないかというふうに思っております。ただ先生も今ご指摘いただいたように、一般的な、全国でやられている、調査と比較しても、福島県の数字と、この調査ではないですけれど、福島県の全県調査でも、決して増えていないという報告は、いただいているのは、事実でございます。やっぱりこのことはチェルノブイリの時と違って一番大きな違いだと思って、まあ、私の分野から見てなんですけれども、ですからぜひともそこのところを何かの形で公表して強調していただく、まあ、そういうようなことをの求めている人たちはたくさんいると思います。それから2番目に、まあ、それとはちょっと逆の意味なんですが、今後の調査および調査というよりは、その妊婦さんの妊婦さん、あるいは授乳している方、あるいは子育てしている方への支援の問題ですね。私も個人的にそういう何ですか、電話通しとなんとかされている方とちょっと話をしてみたらですね、やっぱり
その直に比べて数はだいぶ減ってるんですけども、なんでしょうかね、こうコアの部分の人たちっていうのは変わらないっていうんですね。より深刻な問題を抱えているような人たちに関しては、やっぱり減ってるわけではないっていうようなことをお聞きしました。ですから、まあ、その赤ちゃん先天異常、先天異常の発生率なんかに関しても、我々まだ未知のところがあるわけですから、単純に大丈夫だ、大丈夫だっていうふうには言えないので、やはり今後ともそれは長期的なことを影響を調べていただきたいと思いますし、何よりもそのフォローっていいますか、ケアの部分に関しては、ぜひともこれ長く続けていただきたいというのが、もう私からの希望です。これに関しては、ぜひとも自治体消滅にならないように、ぜひともこの県としてよくやって続けていただきたいと思っています。はい、ありがとうございます。私もそのように、していただけたらというふうに思っております。で、電話支援に関しましても、先生おっしゃりますように、支援する数は減っておりますが、私も内容を確認しておりますが、確かに未だに、不安に思われている方は、先生のお言葉を借りればコアな方々はいらっしゃるというのは、我々も把握しております。なので今後も、そういう方に対してですね、電話訪問支援ということが必要だというふうに認識しております。ありがとうございます。どうぞ。清水ですけど、ちょっと興味ある、教えていただきたいんですけど、6資料の3ページのですね、妊婦に関する妊産婦に関する調査集計結果のところでですね、合計の例えば25年度は合計回収率ですか、回答率の 47%、 ただ県外は 98%、 で24年度は49.5% 全体 で県外 100% ですね。で23年もかなり高い。なぜ県外はこんなに回答率がいいんですか。はい、県外の方々は自分で私が県内で福島県内で妊婦健診を受けた、もしくは出産したということを自分ご自身で資料を請求して送ってもらった方々が回答されているので、基本的に書きますと言って自己申告している方々に送っているんです。もしくは、すみません、平成25年度は、各、産科医療機関に配布をしていて、里帰り分娩をした人たちに対して配ってくださいというお願いをしているので、ですので受け取った方々が対象になってますので、実際手渡ししたり、それから自分で、私産みましたと言って書いて、調査票を送ってくださいという方々なので、回答率が高い。なんか補助者からの検診に利用できればいいかなと思うんですが、まあ、そもそも属性が違うということだと思いますので、なかなか難しいんだろうと思います。他に何かございますか。もしなければですね、今日は駆け足でしたが、検診の、全ての項目についてご説明をいただきました。全部を通じて、発言し忘れたこと、あるいは、コメントなど委員の皆さんからあればいただきたいと思いますが、どうぞ。実はさっきの、心の健康の前 の、 県民健康調査じゃなくのそうですね、4番 の、 健康審査についてなんですけれども、で4の2っていう資料が気になったのはですね、確か結果が、ごめんなさい、ありがとうございます、結果をまとめてあるところを見ると、ちょっとお借りしていいですか。ありがとうございます。各検診項目のまとめで2、3、4、5、そしてところを見ますと、ほとんど男性が女性より多いというふうに
数値は、ね、3年24年25年と減ってきてはいるものの、男性の方が例えば血圧も高い人が多いとかそういうふうに出ています。で支援に出て歩いているものですから、避難している方たちやその線量の高いところにいる人たちとお話しするんですね。そうした時に支援に行った時に大体男性は来ないんです。女性だけが割とその支援 の, そのイベントごとに参加されるんです。で男の人は俺はいいからって言ってお家に引きこもってるんですね。なので生活習慣病に当然男の人の方がなってるっていうふうに私は感じてます。で、それはなぜかっていうと、おそらく男性の方がこの震災によるダメージを受けていて、それは精神的に仕事のプライドだとか、あるいはこう生きがいだとか、こう気づいてきた社会的なものとかが割と崩れたっていうのは男性の方が強いですよね。女性の場合は家庭での役割で生きがいを見出したりとか、いろんな問題で、あるいは外へ出ていく、女同士で出かけていくとか、そういったことやおしゃべりをするっていうことも発散することが女性の方が得意なので、このデータを見ると私は性差っていうのがそういうふうに出てるような気がするんです。ですからこの心の健康調査とこの生活習慣の問題っていうのを関連づけて分析していただけたらと思うんです。その生活習慣病の問題が大きい人が実はそのさっきの K6 なんかでは高い得点を出してるんじゃないかっていう私は予想しているので、そういったことをこう分析していただくと、よりその男性をどのように支えていけばいいのかっていうことが見えてくる。生活習慣を変えることを指導するということよりも、もっと内的に男性が生き生きと生きれるようなことをサポートしていくことの方が生活習慣も変えていく。アルコールにしてもそうだと思うので、そういった視点で支援を考えていく必要があるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。安村先生、何かコメントがないでしょうかね。はい、おっしゃる通りだと思います。で、合わせて加えさせていただくと、多分生活が崩れてきてるっていう意味で言えば、メンタルも含めて生活に対する支援っていうのをきちっと行うということが肝要なのかなと思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。一般論として男は弱いっていうことかもしれませんが、どうぞ。確かにうつはですね、ご存知のように日本人で見ますと、もう圧倒的に女性の方が男性より多いんですね、一般ではですね。でもこのデータを見ますと男性女性あんまり変わらないということは、やっぱり男性の方がやっぱり被災地では悪いのかなと思います。それとも男性の持っている対処能力の貧しさとかですね、そういったことが大きいのかなと思います。なかなか引きこもってしまって、例えばサロン活動なんかにも出てこれられないんですよね。ですから特別な何かプログラムが必要なんだろうとは思いますけど。どうぞ。すいません、精査についてはですね、これから調査が必要ですが、一般的な人口においても男性の方が肥満が多く高血圧も多いというのはよく知られている事実だと思いますので、それを上回って男性が多いかどうかということは今後の検討課題であるかと思います。ご指摘ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどから話が出ている、調査結果をどう活用して健康づくりにつなげていくかというところにやっぱり帰結するのかなというふうに思いました。他に何かよろしいですか。それではですね、ちょっと私から一つご提案を申し上げたいんです。今日一通りに、3年分の調査あるいは来年の調査のことも含めてですけれども、お話をいただきました。その中で共通して出てきているのが、調査の回答率の低下にどういうふうに考えるのかといったことや、あるいはデータの紐付け関連付け、それによる分析をどうするのか、あるいはどうやってそれを健康増進に活用していくのか、あるいはデータを活用するというときにはどういうふうなことをすればいいのかというようなことが、共通のものとして私は出てきているのかなと思います。前回私の方で、前回じゃないですね、その前の回に、甲状腺に関する、座長のメモっていうのを出させていただきましたが、できれば今後のことを、どうするっていうことを決めるのではなくて、
今日話し合われたようなことを少し私の方でまとめさせていただいて、まあ、皆さんに回覧をするなりなんなりをしてまたご意見をいただいてですね、これからの調査のあり方やこれからの分析の仕方あるいはデータの活用ひも付けなどについての、まあ、一定の方向性を、まあ、検討委員会としても、まあ、提示していきたいなと思っています。まあ、この点については春日先生お前からおっしゃっているように県民の声をきちんと聞くべきだとかですね、さまざまなそのこの会のありようそのものについても意見がありますので、まあ、そこも含む内容にさせていただいて言いっぱなしやりっぱなしじゃなくてですね、やはりきちんとまとめて、それこそ、多くの人たちに理解をいただけるようなものにしていかなければならないと思いますのでご協力をお願いをしたいと思います。他に何かご発言どうぞ。ですねちょっと ありがとうございます。次回に間に合うかどうか分かりませんが、次回いつになるか分かりませんけれども、いずれにしても私と清水座長、副座長ですかね、と前回も実はではないですね、お話をした通り、メモについてのやり取りをさせていただきましたので同じようなプロセスを経てですね、回覧をしたいと思います。まあ、希望としては次回のこの会が開かれるまでにはですね、皆さんの手元に行くようにしたいなというふうに思ってますので、ご協力をお願いしたいと思います。それでは特に、はい、どうぞ。今思い出したんですけれども、私の本部はいろいろその化学物質や医薬品の情報も扱っていますので、それとの関連なんですが、心の健康でですね、支援の要支援でこう接触された方の中にその、まあ、不安のあまり危険ドラッグに手を出すとかですね、その薬物と警察に沙汰になるような形でのその危険行動に関わるような方っていうのはいらっしゃるんですか。今回の調査で直接それで出てきたわけじゃありません。ただ例えば厚労省の方の麻薬取締官の方の人たちはものすごく心配しておりまして、例えばいわきとかですね、あるいは郡山といったところで、例えば仮設住宅にそういった危険ドラッグの売人が入ってしまって、そこで売り、まあ、ですからこれはもう我々調査というよりも厚労ケアセンターであるとかいろんな団体を通して今から啓発活動、危険ドラッグに関する啓発活動をしていっているというところでございます。はい、ありがとうございます。まあ、飲酒の問題とかですね、先ほどの引きこもりの話とか、かなり生活改善という言葉先ほど、出ました、安村先生からね、生活習慣というよりは生活そのものを支援していくということが必要なんだろうということが浮き彫りになったんだろうと思います。まあ、そういうことも含めて、次回以降発展的に議論をしていきたいと思います。他に何か、どうぞ。最後の資料 の、 紹介がなかったので私の方から一番このカラー刷りの資料をご覧ください。これは今までの調査をもとに、肥満が、まあ、増えているということ、それから就活、それに伴って生活習慣病が増えて今の福島県の現状、あるいは気をつけていただくことということを、パンフレットにして住民の方々の健康意識の高まりを期待するというところです。で、一方でその裏をめくっていただくと検診の審査の判定の見方ということで、分かりやすく作ったつもりでございますので、ぜひ活用していただきたいということで、こういうフィードバックの活動もしているということをご紹介申し上げます。以上でございます。はい、ありがとうございました。その他ご発言ありますか。なければ本日の議事はこれで終わりということをさせていただきます。事務局から次回の予定など何かあればどうぞ。はい、次回の検討委員会の日程なんですが、現時点では2月中旬を予定しております。正式に決まりましたら改めてお知らせしたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、では以上をもちまして第17回、県民健康調査検討委員会を、閉会させていただきます。どうもありがとうございました。マスコミの皆様に、お知らせいたします。引き続きこの会場におきまして検討委員会後の記者会見を開催いたします。開始時刻は準備が整い次第なんですが、おおむね4時5分頃の開始を予定しております。よろしくお願いいたします。